クラリス。おお、クラリス。またこの北の塔に閉じ込められてしまったんだね。私がお前を自由の身にしてやる。クラリス、賢者の石という宝を知ってる。賢者の石さえあれば、私は肉体を取り戻すことができるのだ。クラリス、賢者の石がどこにあるのか教えておくれ。クラリス、クラリス、クラリス。このメモを読まれる方はどなたでしょうか。願わくば私と敵対するものではないことを祈りながらメモを記すことにいたします。呪道と大司教様が求めている宝は賢者の石であると聞きました。賢者の石という名を聞いた直後、私には何も思い当たるものはありませんでした。しかしまたこうして北の塔に幽閉されることになり、思い出したことがあります。賢者の石を手にするためにはこの宝石乙女の涙が必要なのです。この乙女の涙こそが遥かな昔より太閤家に伝えられた門外不出の宝。私が幼い頃祖母から譲り受けたものです。乙女の涙がない限り賢者の石を手にすることはできません。このメモを読まれた方、どうかこの宝石を処分してください。よろしくお願いいたします。助けに来たぜ。今ロープ下ろすからこっちに登ってくるんだ。よし、派手にやってやっか。さあ、この音材に乗ってくれ。
看板が当たっちまった時にはヒヤヒヤしたけど、うまく飛び降りられたな。あんじゃまあ、トゲートの中に入ってみっかな。よおじさま、地下から脱出することができたのですね。お仲間の方もご無事なようで。ああ、助道には悪いが、自慢の地下幽閉壕からまたまた抜け出させてもらったぜ。まったくお嬢際の悪いやつだ。助道、そんな憎まれ口ばっかり叩いてた後で後悔するぞ。おざくなるパン、私は未だかつて後悔したことなどありはしない。そうかな。自慢の最新設備を投入したゴールサスの地下工房ぶっ壊しちゃったもんねーだ。おのれルパン。ジョド、あなたはなぜ再びゴールサスを作り始めたのです。すべては賢者の意志のため。殿下は長年の調査の結果、太閤帝の池に沈められたローマ遺跡に賢者の石の在りかを示す鍵があることを知り、太閤家に伝わる銀の指輪を手に入れようとしておられた。ところがルパン、貴様の妨害のために最後の最後で予定が狂ってしまったのだ。ローマ遺跡を池から出現させる際、殿下は命を落とされてしまった。私はその後ローマ遺跡の調査に全力を注いだ。しかしカリオストロ城の財産を管理しているとはいえ、私が自由に扱うことのできる金などたかが知れておる。そこで再び地下工房をよみがえらせ、強盗札の密造を始めたのだ。学術的調査であると言っていたローマ遺跡の調査は、賢者の石を探し出すためのものだったのですね。その通りでございます。そして賢者の石の秘密が外に漏れ出すのを封じるために、再びローマ遺跡を水底に沈めたのです。まったくご苦労なおった。で、苦労の末に知ることができた賢者の石の隠し場所はどこで、どうすれば手に入るっていう結論に至ったんだ。すべてはカリオストロ伯爵が命を落とした時計塔の仕掛けに象徴されておる。カリオストロ城に秘められた宝がかのローマ遺跡であったのなら、なぜ宝を現出させる際に命を落とすような仕掛けがなされていたのか。答えは簡単じゃ。ローマ遺跡は誠の宝ではなく、誠の宝の在りかを示すためのもの。いやいや、罠だと言っても差し支えなかろう。罠ですって。よう。さよう。しかし罠はどこかに罠であることが示されていなければ意味はなかろう。クラリス姫は思ったことはないかね。代々王位を継承してきた太閤家の指輪が銀で、補佐的立場であった伯爵家の指輪が金であることを。どういうことです。本来の価値から言えば当然金の方が上位に来るはずじゃ。つまり表面上伝えられてることとは逆の行動を取らなければならないってわけだろう。おおほほほほ、さすがはルパン君じゃわい。その通り、両家に伝えられていた指輪を時継ぐるヤギの眼に差し込む際、指輪に彫られた言葉とは逆に指輪を差し込まなければならんのじゃ。ではいよいよ賢者の石を手にしてみようではないか。この指輪を文字盤の時継ぐるヤギの眼に差し込んでくるのだ。場所さえ間違えなければ命を落とすことはない。
カリオストロ城の誠の宝、賢者の石が今まさに我々の目の前に現れようとしている。動き出した。神社の石の前へ続く階段だ。大司教様、これはどういうことでございます？なぜこの扉は開かんのです？わしにもわからん。こんな扉のことは賢者の石の記録に書かれていなかった。いや待て、そうじゃ、一行だけ意味不明なことが書かれておった。閉ざされし賢者の心を開く者は乙女の涙と。クラリス姫、そなたは乙女の涙とやらについて何か聞いたことはないかの？知りません。いいえ、たとえ知っていたとしてもあなた方に教えるつもりはありません。女王陛下様、いやクラリス、お嬢際が悪いぞ。知っていることがあるなら全てを話してしまうのだ。浄土、クレイスに近づくんじゃない。全てはあんたの調べ方が悪かったんだ。ほざいており、さあクラリス、全てを話してしまうのだ。クラリス殿。オールスター総出演というところだな。これはどういうことなんだ、ルパン。見ての通りさ。またしても大した出番のないうちに退却することになるのか。ふん、その可能性大ってとこだな。クラリス、乙女の涙とは何のことだ。私の命を絶つというのならば好きなようになさい。ジョド、あなたもしかしたら何か知ってるんじゃない？乙女の涙が何なのかを知ってるのね。そうでしょ？うん、強情な女だ。だが、こうすればどうかな。ジョド！クラリスが危ないわ。あなたが私のメモ。メモだと？何のことだ？まあ、よいわ。さあ、乙女の涙をこちらに渡せ。渡しちまってもいいんじゃねえかな。おそらく賢者の石は所有するものを賢者の石自身が選ぶはずだ。大司教様、さあ扉を。うん。賢者の石が我々のものになる瞬間が訪れた。夜が明けようとしておる。夜明け？大司教様、早く賢者の石を私に見せてくださいませんか。うん。これが賢者の石。わしが長年探し求めておったもの。なんと不思議な色じゃろう。こうして見つめておると、石の中に吸い込まれてしまいそうじゃ。夜明けだわ。おお神よ、我らが主よ、我々はついに悲願である賢者の石を手に入れましたぞ。大司教様、賢者の石が。
これは何としたことじゃ。賢者の意志が砂に変わってゆく。なぜじゃ。太陽の光だ。大司教様、賢者の石を太陽の光にさらしてはいけないのです。賢者の石が砂に変わる。これで殿下を生き返らせることは永遠に不可能となってしまった。殿下、賢者の石は太陽の光に当たってしまうと砂と化してしまうのです。貴金属を貴金属に変える、あるいは全ての望みが叶う万能薬といった力は闇の力であるということの証なのでしょう。それが乙女の涙とともに太后家に伝えられていた言葉なのかい。私が修道院に行く前の晩、おばあ様が話してくださったの。でも今まで私は単なるおとぎ話だと思っていたのです。全ては真実だったのですね。色即是空、空即是色。花は散るからこそ美しい。夢もまたしかり。結局元の木阿弥ってことだな。どうにでもせ、結局こうなっちゃうのよね。私の今までの苦労はどうしてくれるの。藤子ちゃんにはもっとすんごいお宝の情報を教えてあげますよ。ほんとルパン、何か新しい情報を知ってるのね。まあね。それよりも賢者の石が砂になっちまってお前さんの記憶が戻らずじまいだったな。もうしばらく俺たちと一緒に暴れ回ってみっか。そりゃいい。俺たちとバカやってりゃそのうち記憶が戻るってこともあるかもしれねえもんな。女が加わるよりマシか、特にルパンにとっては。なんだそりゃ。そんじゃいつも俺が女でしくじってるみたいじゃねえか。クフフフ。でも似たようなもんか。ねえルパン、早く新しい情報ってのを教えて。今度こそお宝を手に入れてみせるわ。海底に眠る大海賊の財宝さ。まだまだ世の中には俺たちを待ってるお宝が5万とあるんだ。ぼやぼやしちゃいらんねえな。さあ出発だ。バーチャルゲーム館は楽しんでいただけましたか。このアトラクションは近い将来モニュメントパークカリオストロ城のメインアトラクションになると思います。だから一足先に体験できたお客様にとってはきっと自慢の種になりますわ。では私はお城の門の前でお待ちしております。また後ほど。いらっしゃいましたね。お城の中は一度に回られた方が楽しんでいただけると思いますが、もう城下町はご覧にならなくてもいいですか。カリオストロ城は一般に公開されていますけれど、現在もクラリス様をはじめとした王族の方々がお住まいになっておられます。ですからご覧いただけない場所もございますが、あらかじめご了承くださいね。では、参りましょう。